いやどうもメジです。ご覧ください、この普通にねキーレスも開くし、ピピってやつね開くし、あのエンジンもかかるんですけど、あもう今消えたね、鍵のランプがね毎回毎回つくんですよ。これ皆さん経験ありませんか？まあ、つまりおそらく鍵の電池がないんで、今日鍵の電池交換していこうと思います。これ実際さ、自分自身やり方知らなくてさ、鍵の交換の仕方、電池の交換の仕方をネットでね調べたんで、まあ、何でも動画にしようってことで動画にしていきます。よろしくお願いします。リビングがねつきました。結構かっこいいでしょ。水たまりできてるって水たまりできてる。カーボンシートうまく貼れてません？結構なかなかいいんじゃないの。このダックテールとのダブルウィング的な感じで決まってるでしょう。準備はいいかな。はい、ということでね、部屋の中にやってまいりました。どうもどうもどうも。まあ今回鍵を変えるのがねこちらのキーなんですけど、 86FD 富士スピードウェイ、あとの TRD のかっこいいやつ。このケースかっこいいでしょ。このステッチっていうの、この糸の縫い目みたいなやつがねかっこいいですよ。 TRD のやつです。ということでね、まあこれ普通のね86の、キーですけど、この横のところにね、カメラどっち、こっちか、プッシュって書いてあるんで、ここ押しながらこう引っ張ると鍵が出てくる。でそれをこの下のところと、この先っぽのところ、鍵の先っぽのところでこうグリッとやると、あれ取れねえ、ちょっとしょ、パカッと、ご会長で、こっちは別に用ないんで置いといて、ここの黒い基板のところが取れます。多分普通にこうやってやると取れんじゃねえかな。取れねえな。あ、取れた、普通に取れた、取れちゃいます。でこっちも用はないと。でもうご開帳したここに電池があります。で3つ爪があって、結構ね何にも道具使わないと取れないんで、やっぱり今日はね道具を使っていきます。この100均のねダイソーのドライバーセット、めちゃくちゃ優秀、短くて使いやすいですよね。わわわわ、さあ取れるかなあれ取れないかも。あ、普通にね下の爪、ここの爪を取ってあげればいけそう。あ、取れた、取れました。これ多分ね何にも道具ないときついと思う。で電池の型番なんですけど、 CR1632 ってやつです。これさ、撮影してると鏡文字になってるけどさ、動画にするとちゃんとなってんのかな。まあいいわ、1632、これパナソニックのやつです。多分100円ぐらいで売ってます。まああとはプラスとマイナスを間違えないように入れていきましょう。ちゃんと入んね。オッケー、押さえつけてカチッって言うまでちゃんと入れましょう。プラスが上だと思う、多分。でまあ戻すのは簡単で、ここはねなんか両面テープみたいになってるんであんま触んねえもいいけどでこっちのね電池じゃない方を両面のところとカチ合わせて、であとはもうこうねカチッって言うまで押さえつけてやってくれ。あ、入んない。この前配信でやった OK ステッカー作りもそうだけどさ、自分の不器用さをこう配信とか動画で露呈していくから恥ずかしいよ。まああとは戻してくれ。よし、これでおそらくピーっていちいち言わなくなると思います。ちょっと入んねえけど、なんでケースから外せって話なんだけど、
よし、OK。めんどくさいですからね。はい、元通り。じゃあね、実際使えるかどうかチェックしていきましょう。OK です。ここがね、ピー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 、光らなくなりました。なんでね、まあ、電池交換成功してちゃんと電池がね、ある状況になりましたということですよ。まあ実際ね、電池完全なくなっちゃうと結構めんどくさいんですよね。あの鍵でね、物理キーで鍵を開けて、でなんかここにキーを当ててどうのこうのみたいなことやんなきゃいけないし、まあそもそも出先でなくなると結構焦ると思うんで、まあ、電池はね、あのなるべく定期的に1年に1回ぐらい交換するといいらしいです。今自分はあの86スタイルに向けて86をね、あのブラッシュアップしてるところなんで、86スタイルで俺の86を見かけたら、あの声をかけてくれれば嬉しいです。はい、じゃあお疲れ様でした。